歴史ってめんどくさいな。丸暗記なんて時間の無駄だよ。人の名前覚えるのって苦手なんだよね。うん？なに？ちょっと遅れてしもたね。せやけどこんな素敵なレディと会えるんやもん。少しくらいええやろ。へえ、ええセンスしてるやん。というのは冗談やって。こんな寒いのに外で遊んでる子供もいてたな。そうじゃの、じいさん。なんちゃって、何やらせるねん。結構楽しめたで。そういや、うち寄るとこあるんやった。ほな、またな。バイバイ。
ちょっと遅れてしもたね。せやけど、こんな素敵なレディと会えるんやもん。少しくらいええやろ。へえ、ええセンスしてるやん。というのは冗談やって。今日は何して遊ぼうか。ええよ、ほな行こうか。そういえばクレーンゲームのぬいぐるみが押し入れにいっぱいになってるねん。な、どないして処分したらええと思う？溜まってしもて、どないしようかと思ってたんや。今日はめっちゃおもろかったな。そういや、うち寄るとこあるんやった。ほなまたな、バイバイ。私、今までどんな風に演技をしていたかしら。これまでは何も考えなくても台本を読めば自然に体が動いたわ。それが当たり前だと思っていた。でも何度やっても感覚が戻ってこなくて、演技が上滑りしてるって顧問の先生にも言われたの。もう、どうしたらいいかわからないわ。それはちょっと、今の出来ではとてもお見せできないわ。観客？そうだわ。演技は観客に向けてするものなのに。大切なことを忘れていたわ。いつの間にか技術に溺れて自分を見失っていたのね。でも練習を見ていただくのは今度にしますわ。もう少し一人で考えてみたいの。いつか機会があったらお願いできるかしら。では失礼します。今すぐお電話を。
しいんだけど、何か用なの？別に構わないけど。わかったわ。それじゃ。この日はちょっと都合が悪いの。この日じゃダメかしら。ありがとう。わかったわ。それじゃ。ごめんなさい、いけないわ。それじゃ。こんにちは。突然ごめんね。その、キシに、今日、お誕生日だったよね。プレゼント、受け取ってくれるかな？よかった。